っと動かなかったからすっごく心配したんだよ。うん、私だよ、アンデルセンだよ。ちょっと編集長、なんでそんな怖い顔で見てくるの？私も目が覚めたらここにいて、けどまさか編集長まで捕まっちゃうなんて。一体なんでこんなことになってるのさ。逃げて。みっともなく歯が開いて、思う存分私を楽しませてね。編集長、どうしたの？急に慌てて。あ、前に通信があった時の。そうだよ、あの時ネウちゃんもいたよね。どうして。そうだよね。はあ、よーし、こういう時こそ冷静にならないとだね。もう大丈夫だよ編集長。それで落ち着いた後はどうしたらいいかな。うんうん、こんなところでのんびりしてられないよね。けどここどこなんだろう。研究所に連絡しようとしても全然つながらなくてさ、ファストトラベルもできないんだよね。私の通信機器がバグっちゃってるのかな。ねえ編集長も試してみてくれる？編集長までダメなの？私たちを捕まえたって別にいいことなんか。あ、まさか私の才能に目をつけて独り占めしようとしてるの？確かに一芸に秀でる者が狙われるのはどんなお話でもよくあることだし、気をつけなきゃいけなかったのかも。ってことは編集長がさらわれたのは私の補佐役として？ね、とりあえず今はここから脱出しなくちゃ。あれ、今何か物音が。お化け。じゃなかった、人？ねえ君大丈夫？アバターがなんだかおかしなことになってるけど、もしかして君も捕まってるの？だったら一緒にここを脱出しようよ。レイ。あ？貴様の命令、脱出出たらこいつら殺す。決めて。いくよ。
第二特殊機能解除。パスワードの確認ができません。アーカイブの制限付き解除発動。すごい。編集長ってば、いつの間にそんな必殺技を？よくわからないけど、要はあの人を助けてあげたってことだよね。編集長は優しいね。ありがとう、優しい人。私の契約者もあなたのような人だったら。編集長？大丈夫ならいいけど、体中あちこちボロボロだったんだから無理しないでね。そういえば捕まる前も誰かと戦ってたんだよね。今までのこと教えてくれる？だといいけど。ああ、そんなに落ち込まないでよ、編集長。とにかく、ネウちゃんの無事を確認するためにも、ひとまずここは脱出しよう。私たちはゲルダを待っていられないんだから。よーし、それじゃあ改めて脱出作戦決行だ。開始します。退出する方はパスワードを入力してください。うそ、本当に隠し扉があった？この文豪アンデルセンにかかればざっとこんなもんだ。それじゃあパスワードもちょちょいのちょいと。で言われちゃ仕方がない。こうなったら思いついたものは片っ端から入力してみよう。なんだっけ、編集長たちを襲ったやつらの名前です。デスティニー？そうそう、それそれ。DESTこれでどうだ。ロックが解除されました。わー、いたー。自分の才能がつくづく恐ろしいよ。そうだね、よし急ごう編集長。
やっと脱出できたと思ったのに。でも編集長の頼みを聞くのも作家の務め。アンデルセン、行きます。アーカイブの制限付き解除発動。やったー、私だってやるときはやるんだからね。まさかこんなにあっさり脱出するなんて。結構やるね、あんたたち。占いに出ていた通りの結果でしたが、予想以上に早い展開でしたね。悪い人たちってことだね。悪い人だなんて心外だな。あたいは若い女の柔肌が人よりちょいとばかり好きってだけさ。私も悪い人ではありません。占いと宝探しが好きな善良たるフォークロアですよ。じゃあどうして私と編集長を閉じ込めてたのさ。なかなかいいツッコミだね。ええ、なかなかの切れ味でした。え、本当？まあ私にかかればこのくらいのツッコミって、そうじゃない。さっきの仲間ってことは、私を引き抜くために編集長とねうちゃんをいじめたやつなんでしょ。ああ、あの黒髪の、またいなかったよね。なに、姉ちゃんに何か。バカでかい剣を持ったフォークロアが横槍を入れてきたのさ。二人とも切り損ねちまって、はぁ、本当に残念だよ。姉ちゃんは無事ってこと？よかった。おっと、話がそれちまったね。ま、早い話が、あんたたちをここから返すわけにはいかないんだよ。見張りをサボってたのがバレたら、あたいたちはダッキに大目玉を食らうからね。ジャック、塔のカードは逆位置です。これなら、きっとうまくことが運ぶでしょう。ダッキの考えてることは、あたいにはいまいちわかんないよ。わかっていることは、私たちは、あのお方に逆らえないということだけ。そんじゃ、とりあえず、あたいの爪で、あんたらの肌を撫でさせておくれよ。
いいえ、そんなことをしては私たちがダッキ様に怒られてしまうじゃないですか。ダッキ様を怒らせたらただでは済まないですからね。そんなに怖いの？うちの佐藤さんくらいかな。君たちも苦労してるんだね。そうなのさ。あたい怒られたくないよ。どうしようね。隠しドアのパスワードをアホでもわかるものに変えたこととか、こうしてあんたらを逃がしたなんて知られたらさ。さて、どうしましょうか。どうして怖いって思う人のそばにいるの？そんなに嫌なら逃げちゃえばいいのに。それは逆らいたいと思ってもダッキ様を前にするとその気持ちが無賛すると言えばいいのでしょうか。それって運命の相手ってこと？だってあらがいたいのに惹かれてしまう、逆らいたいのに従ってしまう。胸躍りどこまでも燃え上がる。それは恋物語の1ページ。運命の赤い糸でつながった相手だからこそってことじゃないのか？なかなか面白い考察です。運命の糸でつながった相手、ええ、そうですね。編集長、それは書き落ちのお誘い。禁断の恋の始まりじゃないか。あたいらは、あら、とっても素敵。私のこともさらってほしいわ。ダッキ様、あのお方とデートしてくるから留守番をお願いねって言ったのに、ほんと使えない。これはその、言い訳ならあったで、ほらほら、逃げ出しちゃったネズミちゃんたちを檻の中に戻さないと。そうだよね。でもあたいら今までずっとこいつら追いかけててさ、ちょっと疲れてるんだよね。あら、私の言うことが聞けないっていうの？ほんとダメな子たちね。それじゃあとっておきのあれしちゃおっかな。とっておきのあれ？ジャック、メイザース、私の言うことは絶対でしょ。女の柔肌を見逃すわけにはいかないよ。ダッキ様の命令はこの世の断り。ちょ、どうしたの二人とも。さっきまでと全然雰囲気違くない？本番はまだまだこれからよ。ネズミちゃんたち、踊るのは好き？私は大好きなの。ほら、ジャック、メイザース、もっと素敵なドレスにお着替えしましょう。お着替えしているだけ。でも慣れないお着替えにちょっと戸惑ってるのかしら。ほら、ドレスって着るの大変でしょ。可愛い姿になるまで
まだまだ時間がかかっちゃいそうね。そういうわけだから。またまた出た。二人のお着替えが終わるまでこの子たちと遊んでましょうか。第二特殊機能解除。パスワードの確認ができません。アーカイブの制限付き解除発動。いやー、私のおもちゃまた飲み込まれちゃった。どうだ見たか、我が編集長の力を。警告、ストレージの空き容量が不足しています。不要なデータの削除もしくは移動を行ってください。どういうこと、どういうこと、編集長の必殺技もうできないってこと。じゃあ、あの二人は。あら、次の曲がもう待ちきれないの。なら、ちょうどよかった。おっきがえ、終了よ。キシシュ。女、女。キリサク、キリサク。大きな光を放つ黄金の夜明けが。さあ、楽しい楽しいダンスパーティーの幕開けよ。私のためにたっぷり踊り狂ってちょうだいね。ジャック、メイザンス、優しくエスコートしてもらいなさい。間一髪ってところかしら。二人とも助けに来たわよ。ボロボロじゃない。でも大きな怪我はなさそうね。よかった。姉さん、後方の敵は無力化しておきました。了解、ありがとう。アンドロメダ、メダちゃんまで。救助が遅れてすみません。ご無事で何よりです。ドクターがあんたに発信機をつけてたの。もしもの時のためにってこっそり。ですが途中から通信が阻害されてしまったようで、このエリア一帯に詳しい方たちに協力してもらったんです。お礼は後でいいわ。まだ戦える？ねえ、もうお話は終わった？ジャックとメイザースが待ちくたびれてるんだけど。ダッキー、ダッキーの言う通りだよ。真実はどこに。一部のアーカイブを開放します。アーカイブして保護してた人たちでしょ。こんなところに出してどうするつもり。なるほどね。アンデルセン、この人たちを連れて先に研究所に戻ってなさい。ドクターにも対処できるから。本当に？わかった。
お任せください。アンデルセンたちを研究所に送ったらすぐに戻ります。承知しました。気をつけてね編集長、絶対帰ってきてよね。あら、またあなたたちだけになるの？結果なんて見えてるのに。おバカさんね。あの時は病み上がりだったのよ。今度こそ全力で相手してあげるわ。あら、楽しみ。じゃあ、とっても息のいい悲鳴を聞かせてちょうだいね。あれだけ強気でいたのに逃げてばかりになってるわよ。ほらほら、もっと頑張りなさい。なんと、やわだ。もっと、もっと。タロットが示すのは審判。まだ、まだ。ダッキー、あんたこそ自分で戦ったらどうなの？これ以上やったらその子たちが壊れるわよ。あんたの仲間じゃないの？あらあら、おもちゃの一つや二つ壊れたってどうでもいいわよ。だってこの程度のものならすぐに作れちゃうもの。分かってるわよ。それはそうと、あんたアーカイブは。私が攻撃を続けたらあのフォークロアたちが壊れちゃうわ。悔しいけどやっぱり私たちだけじゃ厳しいわ。あんたのかけた保険に切り替えましょう。ええ。そろそろ疲れてきたようね。ジャック、メイザース、命令よ。もっともっとダンスのお相手をしてあげなさい。それであの子たちの苦しくて苦しくて仕方がないですって顔をいっぱい私に見せてちょうだい。さっきの命令は絶対。お前たちを倒せ。悪趣味にも程があるわ。そうかしら。誰かの苦しんでる姿ってとっても魅力的でセクシーでしょ。ああ、私も早くあのお方から意のままに操れるポーンの作り方を教わりたいわ。意のままに操れるポーンってまさか。あら、あなたも興味があるの？だったら私の手下になりなさい。うん、あなた次第ってところね。楽しませてくれるのなら何でもいいもの。私はね、とっても退屈してるのよ。こんなのんきで平和な世界に呼び戻されて退屈で退屈で死にそうなの。だから楽しい世界を自分で作るしかないじゃない。ほら、今度はこっち。第2特殊機能解除。パスワードの確認ができません。アーカイブの制限付き解除発動。
号ね、アンドロメダ。ええ、とてもいい判断だったと思いますよ。いつの間に。さあダッキー、これで残すはあんた一人だけよ。あんたには聞きたいことが山ほどあるんだから、おとなしく捕まりなさい。困っちゃったな。どうしようかしら。ねえ、反省するから見逃してくれない？そうしてくれたら、あなたのお願い何でも聞いてあげる。そう、つまんないわね、あなた。仕方ないわ。逆にあなたに私のお願いを聞いてもらおうかしら。ねえ、私のこと大好きよね。どうしたの？ダッキー、彼に何をしたの？ここに連れてきた時にこの子にちょっとね。さあ、私の言うことは絶対だもの。私を逃がしてくれるわよね、システム領域へ。クロノブレフ第一特殊機能実行を開始します。私はこれで失礼するわね。これで世界は私たちのものよ。